にこう目立つところに置いてあるかな僕の。めっちゃ目立つやんここ。なんかすごくね。すごいな。これはすごい。これちゃんと大分の人やってんさ、4パーゴの DO32 か。ほら、パスの都や。ほんとだ。これはすごいな。これすごい。こっちか、まだ見てない。
すごい。4パー5の緑と7つ星か。これいいね。カニ24かな。これ欲しいな。普通にいいじゃん。
ユーザーじゃないからよくわかんないけど。おはよう。メールのことで聞きたいんですけど、皆さんの今統計の全体データの記録で働いてて、はい、それであのレールを1時間か2時間ぐらいの時計のそんな感じの。何なんですか？あ、これですね、一応今あの開発中のワンハンドルコントローラーになってまして、サウンドボックスと連動させる機械になっております。こういう風につながってて、一応実物を模した形になってるんで、加速するときにはこっちを握ってあげないといけない。ちょっと今ハンドル部分がだいぶこのテスト品で下手ってきちゃってるんで、少し動きが悪くなってる。一応非常ブレーキもあるというところですね。で、まあ、当然サウンドボックスからつながっているものになるので、ここのつまみですねを調整してやれば、その車両のコンディションとかにも合わせて、うん、音と車両の動きが完全に合うように調整が効くというものになっています。で、今までもこのサウンドボックスってこの車両の加速の音に合わせてこの車両が加速していくっていう、うん、というところでサウンドありきの動きをしているのでシンクロが非常に良かったんですけれども、さらにそのシンクロの度合いを高めるために加速時用と減速時用のその音と車両の動きの調整つまみが今回新しくついています。最初はこっちしかなかった、1個しかなかったんですけどね、どっちにも合わせられるように変わってたりとかっていうところで、よりシンクロ性が高くなったものになっています。で、サイズ感ですね、より実物を追求しているというか、やっぱり結構でかいですね。そうなんですよね。これはちょっとやっぱりその大きさは大事にしたいっていうその担当者の思いでして、まあ、より実物に近い重みと触った感じになってますので、この辺もノッチのレバーがしっかり、あ、ノッチじゃない、進行方向のレバーとかしっかりとしたもの。あとちょっと面白いのはスイッチが鍵になってるってことですね。ほう、なくしそうなんか穴ぐらいは開けてあげようかなと思って、それ入れたらスイッチが入る。そうですね、これで本体で電源が入る。おー、あとこれは緊急用のボタンがここにおまけです。これを押してあげると非常に非常停止かかる、あの完全に電気が遮断されて止まる。だから非常ブレーキのちゃんとした急制動と本当の電気の遮断と、あー、2種類ある。はい、あります。でこっちを押すとちょっと復旧してやんなきゃいけない。あー、なんかブレーキのダンスがカチカチっていう感じもあったりするんですか？あります。ブレーキで今何段だっけな、減速で多分8段ぐらい設定してると思うんですけど、ちょっと今ここにあるやつがそこら辺がもうだいぶ弱ってきちゃったのでほぼクリック感がないんですけど、製品になる頃にはちゃんとカチンカチンと入るようになる予定です。惜しいなこれね、なかなか面白いものが出てきてはいるんですけど、ちょっとまだ本当に開発進行中。この箱自体も 3D プリンターと。あ、やっぱ 3D プリンターなんだこれ。そうですね、部品作って作ってるとこなので、
ちょっとまだ時期も値段も何も決まってない状態なんですけど、いずれこういうものを発売したいというような鉄道品でございますね。でもこれ試作品ってやっぱ 3D プリンターだったりするんですか？そうですね、側は 3D とはずですね。ちょっとこの辺とかもだいぶ取りやすくなっちゃってあれなんですけど、なんで発売する頃にはちゃんとしたあのもの、側もそれこそ金属使うかプラスチック使うかとかも今後検討はするんですけど、まあ、もうちょっとしっかりしたものになっていずれは出て出したい。おお、ちょっと今の段階ではね、まだいつ出せますよすら決まってないんであれなんですけど、なんかそのうち2ハンドルとか作ってくれると。そうですね、やっぱりあの昔作ってたあの ECS1 をもう一回やってくれっていう声が非常に、あれは欲しいです。そうですね、なのでいずれは2ハンドルとかやりたいんですけど、これよかったです。この辺がね、だいぶへたっちゃってるんであれなんですけど、多分そのままだとノッチが入らないんですよね。で、真ん中よりちょっと手前に戻してからグッてやると入る。おお、すごい。これは本当の大きさがすごい実感的で、はい、そうですね、握った時の感じがやっぱりこうおっていう感じになってもらえると思うんですけど、しっくりきますね、結構。そうですよね、もうせっかくなんで、あ、ぜひぜひやってみてください。あの、明日気になる現地は、確かこのタッチが